東側の代表的スナイパーライフル、ドラグノフ SVD。 メカニズムはロータリーロッキングボルトのガス圧利用式でセミオートマティック機能を備えている。旧ソビエトで設計開発されて1963年に正式となり、中国、東ヨーロッパなどでライセンス生産も行われている。